ぜだ。解体や寸前のポンコツの癖しやがって、その速さは何だ。群馬エリアに侵攻を続けるエンペラーの乱エボ軍団だが、その勢いはアキナの86によって止められたかに見えた。しかし京一の挑発に乗ってしまった匠は、赤城のエボスリーとのバトルで86をエンジンブローさせてしまう。アキナの86がエンペラーの須藤京一に敗北した噂はすぐに広まった。一度は安堵した群馬エリアが再び震撼する。なんか重たい空気になってきたな、今日の交流戦。これでレッドサンズが負けたら最悪だよ。高橋兄弟はエリア全体の看板だからな。負けてほしくねえよ、絶対勝ってもらわないと。レッドサンズとエンペラーの交流戦が近づく中、圭介はアキナのガソリンスタンドを訪れる。あいつに伝えといてくれないか。世間の奴らがどう思ってるかは知らねえが、昨日の勝負は無効だってな。俺は藤原が負けたとは思っちゃいないんだ。そして交流戦当日、エリア同士の威信をかけてレッドサンズの RX7 とエンペラーのランエボがバトルに臨む。群馬エリアを総なめにするとかふざけたこと抜かしてたらしいけど、アキナの86に負けやがったくせしやがって、証拠りもなく赤城に来やがるとは、なめくさった奴らだぞ。俺の本当の目的は凌介だからな。赤城で勝ちさえすれば俺の気がする。俺が負けなきゃいけない。そういうことだ。俺たちが負けるってことはねえ。今日はランエボだ。外でしかバトルしない俺たちが、地元で走ってどんなにすごいか分かってねえらしいな。上等だ、群馬エリアの底力見したら。峠の王者は何言うんだ。だってねえぜ、この方向出てなんで後ろをちんたら走ってなきゃならねえんだ。人はこの苛つきはなんだ。
すのは俺なんだ。レーションたまりまくるな。これでエボフォーズ走りの辞書にはアーシャーなんて言葉はねえんだ。タイヤの使い方だ。腕っぷしだけのドライビングじゃ俺には勝てねえ。クソ生意気なエンペラーの鼻っ柱を俺と兄貴でへし折ってやるぜ。